についてあります。私からは以上です。はい、それではこれから質問をお受けしますが、まず平川クラブ幹事社から質問をお願いいたします。どうぞ。幹事社時事通信の宮沢と申します。よろしくお願いします。まず憲法改正について伺います。自民党は今般の衆議院選挙で、憲法改正を公約の柱の一つに据え、自衛隊の明記など項目を挙げまして初めての憲法改正を目指すとしました。衆院選の結果を踏まえまして、今年秋に自民党案を国会に提出し、来年の通常国会で発議し、2020年に新憲法施行を目指すという当初の想定通りに進めていく考えはありますでしょうか。また国民投票のタイミングは2019年の参院選と同時にすることも選択肢として、選択肢になりますでしょうか。さらに憲法改正の論議に前向きな希望の党と、憲法改正に関しまして連携することについてどう考えていらっしゃるでしょうか。お願いします。はい、憲法改正はですね、自由民主党にとって、立党以来の党是であり、これまでもですね、党の公約として掲げてきましたが、今回初めて公約の柱、主要項目の一つに位置づけました。また改正すべき項目としてですね、4つの項目を具体的に掲げました。2020年という目標についてはですね、私は5月に議論を活性化するために述べたものでありまして、これまでも申し上げている通りですね、スケジュールありきではありません。今後公約に書かれた具体的な、そして基本的な考え方に沿って具体的な条文案件について党内で検討議論を深め、自民党としての案を国会の憲法審査会に提案したいと考えています。その上でですね、国会における議論、国民的な理解を深めてまいりたいと思っています。今希望の党という話がございましたが、希望の党はもちろんのことですね、与党野党に関わらず、幅広い、合意を形成するようにですね、努力を重ねていかなければならないとこう思っております。憲法改正については、3分の2という高いハードルがあります。与党で3分の2をいただいたのでありますが、与党ということだけではなくて与党野党でですね、幅広い合意を形成することに努めることが必要であり、その上において国民投票において半数を得るべくですね、国民的な理解を得るよう努力もしていきたいと思っています。それでは次の質問をお願いします。はい、続きまして日本テレビの田田と申します。特別国会の召集や閣僚党役員人事について伺わせてください。11月5日にトランプ大統領の初来日を控える中ですね、特別国会の召集日や会期、それから新内閣の発足の日取りについてどう考えておられるでしょうか。また来年1月のですね、通常国会までに臨時国会を開くお考えはありますでしょうか。総裁はですね、高村副総裁については任期中の続投を明言しておられますが、今回の衆院選を受けてですね、現在の閣僚や党役員を変える考えはあるんでしょうか。来月5日にはですね、トランプ大統領が来日する予定であります。その後はですね、 APEC あるいは東アジアサミットが予定されています。そうした外交日程も踏まえればですね、その前に特別国会を召集し、首相指名を行って速やかに新しい内閣の体制を整えるべきであると考えています。具体的な召集日についてはですね、今後与党とも相談した上で最終的に決定したいと思います。まだ総選挙が終わったばかりでありまして、その後の国会日程についてはですね、今後与党においてよく検討してもらいたいと思います。
そして、まあ、人事についてもですね、まあ、これもまだ選挙が終わったばかりでありまして、もう昨日の夜まではもう選挙のことばかりが頭を占めておりましたから、まあ、これからですね、よく考えたいと思っております。いずれにせよ、まあ、今回の選挙で示された国民の皆様の負託に応え、お約束した政策を、まあ、政府与党が、まあ、一丸となって、まあ、一つ一つ、実行し結果を出していくことが重要であり、真摯にですね、そして全力を尽くして、そうした負託に応えていきたいと思います。それでは次お願いします。幹事社西日本新聞の伊藤と申します。森友学園問題や核学園問題についてお伺いします。野党は先の臨時国会冒頭での開催について森友かけ隠しと批判してきました。総裁は今回の衆院選挙の結果は森友かけ学園問題についてすでに十分説明し国民から理解を得られたからだと受け止められているでしょうか。また各種世論調査では内閣支持率はなお不支持率を下回っています。この状況にどう向き合っていくお考えでしょうか。まあ、この問題についてはですね、私も予算委員会あるいは閉会中審査において相当時間をかけてまた丁寧に質問にお答えをさせていただきました。その中においてですね、前川前次官も含めて私から依頼されたあるいは指示を受けたという方は一人もいなかったということは明確に明らかになりました。そしてまた特区のプロセスを進めてこられた民間議員の皆様は皆さんですね、プロセスには一点の曇りもないということを述べておられました。またずっとこの獣医学部の新設にですね、信念を持って、努力をされてきた、ドアを叩き続けてこられたですね、加藤前愛媛県知事はですね、行政が歪められたのではなく歪められた情勢を正したのであるということを明確に述べておられました。こうしたあまり報道されなかった部分も含めですね、国会審議をすべてご覧になった方にはですね、かなりご理解をいただけたものと思っております。今回の選挙戦においてはですね、テレビ討論会等また記者クラブ主催の討論会においてこの問題についても私に対して質問が集中をいたしましたが私も丁寧にご説明をさせていただきましたし、一部のテレビ局においてはですね、他の政策議論よりも大変多くの時間を割いてこの問題について質問をいただいたとお承知をしております。私もその度に丁寧にご説明をさせていただいたところであります。当然これからもですね、国会で質問をいただければ丁寧にお答えをさせていただきたいと思っております。そしてまた内閣支持率についてはですね、私や自由民主党に対して現在も厳しい目が向けられているという中でですね、今まで以上に謙虚でそして真摯な政権運営に努めなければならないと思います。大きな勝利をいただいたのでありますが、この大きな勝利に対してもですね、謙虚に向き合っていきたいとこう考えております。そしてこの選挙戦でお約束したことをですね、私たちは一つ一つ実行していかなければならないと、私たちはできることしか言わない、これを我が党の教授としてもありました。しっかりと結果を出していきたいと思っております。ありがとうございました。それでは他にご質問がございましたら挙手の上、総裁から指名をされた方は社名とお名前をお伝えをいただいてからご質問をお願いします。いかがでしょうか。じゃあ総裁からご指名いただきます。じゃあそのどうぞ。東京新聞中根と申します。
東京新聞中根と申します。憲法に関して質問です。総裁は衆議院選挙の選挙期間中の演説で、憲法改正に関する話題に触れることがほとんどありませんでした。自民党の公約では、最重点政策の一つとして憲法改正を盛り込んでいましたが、総裁の選挙中の説明は十分でなく、国民の理解は不十分だとの印象があります。総裁が演説で憲法の話題に積極的に触れなかった理由をお聞かせください。それから今後自民党として憲法に関する政策の説明をどのように行っていくお考えでしょうか。で、2つお話をいたします。まず憲法改正というのはですね、通常の法案と違ってですね、衆議院で多数、そして参議院の多数を得れば、そしてそれで成立をするものではありません。ですから政権選択に際してはですね、いわば重要な論点として街頭演説で述べるということは当然であろうと思いますが、憲法においてはまさに決めるのは国会ではなくて、国会で発議をするわけでありまして、決めるのは国民投票であります。まさにこの国民投票の場において具体的な条文について説明する責任があろうと思います。今回の選挙においては冒頭説明をさせていただいたようにですね、立党以来の我々の党是である憲法改正については今度は初めて主要項目として掲げさせていただき、そして4項目を示しをさせていただきました。それを我々がどう考えているかというものをお示しをしたところでございまして、これは皆様にお配りをしている、街頭でも皆様にお配りをしているものであります。一方街頭で述べることはですね、限られた時間の中でまさにその地域の生活に密着したことに対する政策を述べるものでありですね、まさに街頭にお越しをいただいている若い皆さん、あるいはたくさんの小さいお子さんを連れたお母さんたち、お父さんたちにとってはですね、まず日本の将来について、少子化をどのように乗り越えていくのか、どのような政策を具体的なものを実行しようとしているのか、あるいはその財源はどうなっているのか、あるいは地方においては地方をどのように活性化させていくのか、これは切実な行為なんだろうと思います。また被災地についてはこれからどのように復興を加速していくのかということを皆さん聞きたいんだろうと思います。当然それに応えていくのが私の責務だろうとこのように考えております。それでは総裁の次の日程もございますので、次の質問を最後とさせていただきます。お願いします。マイクを持ちます。朝日新聞の川口と申します。今のちょっと関連でお尋ねをしたいと思います。先ほどですね、先ほどといいますか、幅広い憲法改正については幅広い合意というふうに言及されておられましたけれども、これにはですね、野党第一党になった立憲民主党はかなり厳しい自衛隊明記については立場を取っていますけれども、この立憲民主党も含めた形で合意形成を図っていくのか、この点について確認をさせていただきたいのと、もう一点につきましては先ほどの関連になりますけれども、公約に掲げられたと、憲法改正につきまして、でこれについては、ある程度、民意が得られたと、自民党の憲法改正の方針については民意が得られたというふうに総裁としてはお考えになっているか、この2点まず第1点で、ありますが、合意形成をですね、するための努力をしていくということを申し上げたわけでありまして、当然その努力はですね、第1党であろうと第2党であろうと第3党であろうと第4党であろうと、行っていかなければならないと。しかし、政治でありますから当然、皆様すべてにご理解をいただけるわけではありませんが、そういう努力を払っていくということは、当然のことであろうと、考えておりますし、その努力をですね、進めていきたいと思っています。それとですね、
先ほどの質問とほとんど重なるんですが、民意を得なければいけないのは国民投票であります。それに対してですね、私たちはこう考えているということを、今回皆様に公約の中で4項目をお示しをしたんですが、条文のこれは書きぶりですからね、どういう条文になっていくかということを、あれからはですね、大まかに項目について書いただけでありますから、国民の皆様に一つの判断材料としてお示しをしていただいたわけでありますが、どのような書きぶりになっているかというのはまさに、これから成案を得てですね、憲法審査会で成案を得て、その際にしっかりとご説明をしていかなければならないと。今回選挙でですね、総選挙において民意を得る得ないというものではないんだろうと思っております。はい、ありがとうございました。それでは予定の時間が経過をいたしましたので、以上をもちまして安倍総裁の記者会見を終了させていただきます。はい、ありがとうございます。本日はどうもありがとうございました。